まあ、ただじゃあ成長しなかったらどうすんのって話よね。今成長する体で話してるから、成長しないっていう可能性も当然あって、まあ、成長しないというか、まあそのね、マブスを倒せるほどの選手にならないっていう可能性はやっぱあると思うし、じゃあそうなったらもうまた今回みたいにただただ負けるのを待つだけなのかっていうね。まあ、もちろんエドワーズ・タウンズの成長もあるだろうけど、それは相手にも言えることだしね。またドンチッチも成長するし、カイリーもまた一つ経験を積むし、だからそこはまあイーブンだとしたら、やっぱウルブズはもう一つ何かしなきゃいけないのかなっていう気もしてる。で、俺が考えついたのは、これすごく言いたくなくて、望んではない、望んではないけど、本当に勝つためだったらやるしかないのかなって思ってることは、ナズリードのトレード。タウンズをトレード出すっていうのはツインタワーを諦めるっていうところにつながると思うから、それはやめてほしい。ナゲッツ相手にどう戦うのってなっちゃうから、ツインタワーはやめないでほしいけど、ツインタワーはやめないのとツインタワーの時間を減らすっていうのはまたイコールじゃないじゃん。まあ、減らすのはありなのかなっていう気はしてる。で、そうなるとやっぱナズリードなんだよね。なんだかんだやっぱマブス戦のナズリードはあんまりいい試合はなかったと思う。特にゲーム5は全然フィールドゴールも10分の2とかで、やっぱ最後使ってもらえてなかったし、うん、まあ、ナズリードがすごくいい選手なの当然わかってる。だからこそね、だからこそ今のナズリードのこの市場価値っていうのは、マブスを倒せるほどの選手を連れてこれる価値だと思ってる。で、まだ残り2年も契約、しかもあの安さでね、14ミリオン15ミリオンとかで残り2年使えるってなると、で6万賞も獲得したってなったら、6万でも使えるし、でも能力的には別にスタメンでもさ、そんなに気にならない。まあ、中堅、再建チームレベルだったらスタメンで使われても気にならない。そんなナズリードを仮に放出するっていう選択を取った場合、おそらくだけど、カイリー・アービングにつけれるディフェンダーを獲得するぐらいの選手は取れるんじゃないかなっていう気はしてる。例えば誰かで言うと、まあ、これは、この後のファイナル次第なんだけど、例えばデリック・ホワイトとか、セルティックスが優勝できませんでしたってなったら、おそらくだけど、フォーフォードワンチャン、セルティックスからいなくなる。もしくはもうセルティックスがあのメンツをまあ解体することになる。けど解体って言っても大きく解体はしたくないはずなよ。ポルジンギス、ホリデー、テイタム、ブラウンには手をつけたくない。でも何か変えないとってなった時に、ホーフォードを出して、けど当然ビッグマンは必要だから、ホーフォードよりも外のプレーができるナズリードに手をつけることで、またその年齢も若くなるし、あと2年も安い契約でね、プレーできるし、けどそのためには、まあ、何かいい選手を出さなきゃいけない。で、ちょうどいいのがデリック・ホワイトなのかなっていう気がする。いや、わかるよ。ホワイト出すわけないだろっていうのは、今の気持ちとしてはそうよ。そらそう。今のこのプレーオフの活躍とか、ファイナルまで行ってる実績を見たら、もちろん今のホワイトを出す必要はセルティックないんだけど、でも今やん、それは。それはプレーオフファイナルでセルティックスがもし負けたってなったら、じゃあどうすんの、どうやって次セルティックス勝たなきゃいけない、何か変えなきゃいけないんじゃない。まあ、継続することが力なりっていうねまあそういう話だったら納得はできるけど、まあ、負けたんだったら何かしら変える必要があるんだよねってなったら、まあ、そんなこう出したくない出したくないで優勝できるほどね、甘くないから。実際にナゲッツもブルース・ブラウンを出さなくちゃいけなくて、あんなに活躍したブルブラを放出してけど、でも KCP が来てよかったよねっていうのもあったわけだし、あとこれはドレイモンド・グリーンがね、ポッドキャストかなんかで言ってたけど、セルティックスは今年優勝できなかったら間違いなく失敗のシーズンだっていう風にもう断言してて、本当はそういう考え方はドレイモンドあんましたくないタイプだけど、まあ、実際に自分たちも73勝 NBA 記録レギュラーシーズン叩き出したけど、ファイナルで負けちゃったみたいなシーズンあったわけじゃん。まあそれはブーメランでもある発言だから、まあ本当はそういう考えしたくないけど、ただまあそれとは切り離して考えると、まあ、セルティックスは7年連続でね、そのプレーオフ常連チーム、常連どころかベスト4に必ず入ってきたセルティックスが、ポルジンギスとホリデーを獲得する行動に出ても優勝できないってなったら、今年の優勝できないっていうのは去年、一昨年、3年前、4年前とは意味が全然違ってくるよねっていうので、うん、
だからもしセルティックスが今年優勝できなかったら、もしかしたらもうホワイトどころかテイタム放出とかジェイレン・ブラウン放出とか、そこも視野に入ってくるのかもしれないレベルで、今年優勝できないイコール失敗っていう風に捉えてる人も、まあ、中にはいると。でなったらやっぱホワイト放出してナズリード獲得で、ナズリードだけで済まないんであれば、まあ、モンテモリスつけたりとか、まあ、分からんよ、今ウルブズのあるアセットでいうとニキールつけるとかね、まあ、そういうのをやる可能性もまあなくはないのかなっていう。ただまあ優勝したらホワイト出さないと思うから、まあ、セルティックスの結果次第ではあるけど、でウルブズからすると、まあホワイト獲得できればマイコンリーを控えに回してホワイトをスタメンで使って、ホワイト、エドワーズ、マクダニ、タウンズ、ゴベアっていうメンツで戦うことができれば、プレーオフでもカイリーにデリック・ホワイト、マクダニがドンチッチ、まあ逆でもいいけどね、ってやりながら、エドワーズが PJ ワシントンついて DJJ ついてディフェンス余裕が持てる状態で得点を取りまくれる。でツインタワーのミニッツが、まあ少しは減ってしまうけど、やめることなくその問題を解決できるっていう、まああくまで一例ね、別にホワイトを獲得しろっていう話じゃなくて、例えば誰ですかって今コメントがあったから、まあ例えば、まあ、状況次第ではデリック・ホワイトとかが一つ選択肢としては上がるよねっていう話ね。だ来シーズンはね割と結構ポジティブに見てて、まあ、マブス相手にも戦えるんじゃないかなっていう気はしてる、そのオフの動き次第では。で、まあ、これ言うと、まあ、ファンだからポジティブに見てるだけだろうって突っ込まれるんだけど、もう一つ今度マブス目線で見るとやっぱ一つだけ懸念点があって、それが DJJ だよね。 DJJ をキープできない可能性が非常に高いっていうのは、まあ、優勝したらまた DJJ の気持ちも変わるんかもしれんけど、いやでもどうなんだろうな、逆に優勝することで次は優勝トロフィーよりも自分のお金をフォーカスした動きに出る可能性もあるから、逆に負けた方が DJJ 残りそうっていうのもあるんかもな、分からんけど。ファイナルまで行けたから悔しくて、負けたからもう一回このチームと安い金契約で契約して、安い金額で契約して優勝を目指すみたいな、そっちの方があるんかな、まあ、ちょっと DJJ 本人にしか分かんない部分だけど、まあ、いずれにしても事実としては DJJ はマブスに残るイコールお金はそんなにもらえないっていうね、やっぱノンバードっていうルールがある以上、そこがかなり懸念点になって、で本当に DJJ が残らないとすれば、シンプルにマブスはかなり戦力ダウンっていう。だからそのウルブズのポジティブな話だけで来年はマブスにいい勝負できるって思ってるんじゃなくて、まあ、ウルブズの動き次第プラス相手がそもそも、うん、弱体化するっていう。そうブルース・ブラウンもそうだったよね。そう実際にナゲッツがそれでブルブラキープできずに、ペイサーズがあのブルブラに20ミリオンとかとんでもない金額叩きつけたからね、それはキープできないよっていうのと、ブルブラ自身もそんなにもらえるんだったらペイサーズ行きますよっていう。いや DJJ はもう15から18、20、まあ、20はちょっと渋るか、まあ、チーム次第だけど、15はもらいたいよな。オーマックスが DJJ ぐらい成長するかどうか、いやまあその可能性は秘めてると思う。オーマックスってそういうタイプの選手だと思うから、ね、3&D でっていうのはあるけど、まあ、難しいのは、まあ、優勝目指してるチームあるあるだけど、育成に時間使えてないっていうね。だからマクダニが今年全然、まあ、全然っていうとあれだわ、まあ、なかなかねこうオプションにできなかったのはやっぱりその育成の部分よりも、もうエドワーズ・タウンズを中心としたシステムの構築に時間を割いてきたからっていうのがあるし、だからマブスも同じだと思う。育成よりもシステムを浸透させる。だからオーマックスが来年、まあ、どこまでやれるかっていうのはなかなか簡単な話ではないのかなっていう気はするけどね。まあ、逆に言うとハーディーとかはプレーオフでかなり成長させてもらったと思うから、来シーズンよりいい選手になるんだろうなっていう。ワンチャンジョーダンプールみたいな、まあ、いい意味でね、いい意味でジョーダンプールみたいなシックスマン系の選手になるんかなっていう気がするし、まあ、っていうところかな。その、まあ、このタイトル回収をするんであればウルブズはタウンズのトレードに出すべき。結論、いろんな今の話した理由込みでタウンズはキープした状態でもいいのかなっていう気がしております。